大島はオールバスというですね、海の子オールバス。さあ、ショーオールバスは昔からのプレイヤー、鉱山プレイヤーですね。対して海の子は約2年といった新規プレイヤー。さあ、優先に進めていくのはショーオールバス。少々目押しはできないが、ベンベン投げていく。この投げと目押しの成功率が高いのがショーオールバス。さあ、おい、出るな、海の子という男。さあ、裏に回って台足で焦がしていく。さあ、海の子は切り返して、ダメージを奪っていく。さあ、目押しがうまい。これぞショー。さあ、ダークホースで泡を抜けていく。さあ、ショーが上から、上から行くな。海の子はダメ取っていく。さあ、なんだ、ゴワッチして。端で投げていく。そして、大きくなって、なんかさね、ちょっと遅かったか重ならない。プギャって、ES6 を置いていくショー。そして、プギャル。さあ、どうやらプギャルかダッシュするかという戦いのようですね。さあ、ジャンプ中見て、選手は海の子。打開あるか。しかしショーはさせ自動を取り返していく。それを置いてこの位置をキープする。ショールバス、そしてプギャル投げて、さあアワーはワークホースで安全解除。しかしダメージを稼いでいるショー。お互いゲージが少ないが、さあまた溜まる。そしてどんどん、あ、打っていく。そう、うまい、いい判断ですね、海の子。さあゲージは海の子に分がある。そして毒入る。ショー大ショッピーで重ねていく。攻める攻めるショー。さあ、上もこっから逆転はあるか。減りすぎでしょう。さあ、ショーが勝っていった。ササンカ。さあ、ササンカさん、今日はレディで出場してきました。最初のバーさんはいつものこの白から。キャラさ的には若干ガロナよりか。さあ、攻める。さあ、中継反対が強い。このジャンプラーキックが強い。長くて強い。固めるバズ、対空も見えている。ダッシュ、そしてサンスカー切り返せない。これは終わるか。攻めろ攻めろ、中足でサンスカーがピンチ。ガーキャー裏回るが見えているバズ、イエスガーキャーに切り返していった。そしてピースをガンガン打っていく。ガーキャーがサーブ、ワン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 。あれはバズムーブですね。さあ、サンスカー逆転できるか。開いた、小中圏内、これが刺さった。早い、とりあえず打っていく。お、落ちない。しかし取り返していって、さあ一本一本取っていったが、イエスの人怖い。途中で拾わない。さあ手ない手ない。さあゲージがない。どうする。さあまずは自衛刀で切り返していく。ここもうまい。さあどちらが先に触る。刺さった、走り詰めた。さあ、ガーキャン、逃げる。チャンスショッピー。そしてめくってる、投げて、これは終わってしまった。オルバスが不利、まあ、QB が有利。まあ、一方的に中断を仕掛けられる間合いがあるというので、QB が結構有利とついてますが、その辺をオラオラがどうやっていけるか。さあ、まずはガルーダが、毒を撒いているが、ちょっとなんとなく危なっかしいような気がするオラオラの動き。今日の動きはどうだ、どうなる。さあ、中間前から一気に踏み込んで CR 届いた。ちょっと遠かったな。4ヒットから中断。俺はジャンプ中盤でうまくさばいているが、ダメージ的にはちょっと苦しくなってるぞ。さあ、大きいが中断でここはダウン。さあ、ガルーダは立ち場ちょっと漏らす。さあ、毒を撒いて、そうです、あの毒に当てたいのがガルーダ。さあ、果たしてうまくいくか。今のところまだオラオラは毒を食らっていないが、修正できるか。さあ、のらりくらりと立ち回るような、こういうダークホース、ちょっと余裕があると見たか。さあ、フェイバリットムーブ。さあ、ガーキャン待ってない。さあ、ガルーダ追い詰められたが、まだ粘ってほしいが、まだ死ねない。落ちる、中断。裏に回る。10秒くらいでぶっ殺した DD。さあ、今日も記録更新になるか。さあ、またはランティの今日はうまくそうはいかないというところを見せてほしい。さあ、ダッシュオーバーで突っ込んで投げない。まずリードを奪ったのはランティ。さあ、果敢に前に出ていくか。 DD ガスカシゲダン、パームを巻いて、さあ中段を通ってダメージは早くはひっくり返る。さあ、この間と同じような情景が見えたな。さあ、ランティに言われるか。冗談言えない。奥締め、奥締めを選んだ。ダイヤシーン、カッチのダイヤシーンは長い。さあ、中間からおもむろに前に出ていく。
さあ遠く見にはいかないが投げ抜けを意識してるのか。さあ魂打ってしまった。さあ3段階、いや3段階 DD も結構ダメージを負っているぞ。まだまだランティに逆転の目がある。さあ投げ不能よりも投げ重視といった感じですね。ここで ES が魂から DD がダウン。さあしかしもう詰めているぞ。最後は大事があるか。ボールゲイノ。ごめんなさいということで。さあ皆さんは、最近関東に引っ越してきた、関西のもともと関西のプレイヤーですね。さあ例年戦はあっちではデカさんとやってたのかなと思いますが、さあエゴレーではかなり独特なので慣れないとなかなか大変ですが、さあ、リードはエゴレイで豪快な立ち回りを見せるコルゾシニア。さあ旋風部で攻めていく。さあ最近はウィキの方針もすごい頑張ってるエゴレイですが、さあ皆さんここから攻めに行きたいが、さあ反撃しかしミスター。今のリードで反撃できるんですがミスりましたね。さあチェーンで攻めていくミア。さあエゴレイをしかしゲラン、そして中盤で選手はエゴレイ。さあジャンプはエゴレイ空中ガードでさばいていく。さあでこいって裏回りから小中中ダイト音を噛み合って、さあ見えないがミスる、若干ミスが多いかミア。さあ台形店内ご来体残り体力少ないがなんとか1本欲しい。ジオトで恥を押す前に IP を扱って台足で反撃していく。台数そして最後はしかしテンプルプレイに逃げるエゴレイ。さあ、ご覧近くにができないのはエゴレイ。さあ、小中か、おっと若干遅らせて、ダメージを取っていったミア。さあ、ワンチャンある、弾かないがしてしまった。そして速い。さあ、ショーダークネス、珍しいコンボ。さあ、プレッシャーが投げていって、投げていく。そしてエゴレイは、エゴレイはこれは、わからない。食らってしまった。これはエゴレイラッキーですね。さあ、さあ久々に最高上の境ゾベルと、さあ元は牛蹄をやっていたというマキさんの勝ち。しかし境はずうずうしい。そしてこの端がきつい勝ち。風のガードできない。追い打ちして、さあスカジキゲランから10ボール取っていった境ゾベル。さあ少々固めて固めて、そして上から襲いかかる。逃げない、見えない、ひどいゲーム。そして少々イーブル、少々超中ライト固めていって、さあ、堺は容赦ない。端から不能になっていって、さあ見えない。これはひどい。